京都府長岡京 SS と、対して本の、東京都トリアネーロ町田通りですね、現在後半となっております。ちょっとスコアの方がですね、いくつか、分からないんですが、多分 1-0 で違うか、1-0? どっちかな。ちょっと見てみましょう。今回 U11 長岡京、エントリー U12 はなかったので U11 からのエントリーで、もう奇抜な髪の毛がいますフォワードちょっと興味ありますね。トリアネロこの学年の方がでかいイメージある。こちらも到着後初戦。到着後初戦ですね。うん。ね、初戦っていうこともあるし。まあ今現在時刻も2時35分。まあこれぐらいとね、気温も一番暑い時間じゃないかな。東京都と京都府の。対決ですね。そんなのこうありますよ。ボールを握るトリアネロと、後ろから上手いトリアネロ、ここからどうするか。いいとこ取った。おお。ちょっとトリアネーロ優勢かな。逆、いやこれはサービスショット、うん、僕がマッチレポートすると大体点数が動くっていうねジンクスあるから、うん、どっちか取るでしょう。
これだけの長丁場なゲームもあって選手層っていうのもねちょっと一つのキーポイントかなと思いますね。お、長岡京選手交代、13番に変わって11番が入りましたね。お、前の選手か。わー、これ来たんじゃない。おお、キーパー、キーパーしっかりしてるな。ながら相手の状況を伺うトリアネーロと一発を狙って縦に少し早い長岡京の今の展開を結構前からね、奪いに、前から行きますね。ほらみんな連動して動いてる。もう小学生というとねこれぐらい守備のところはチームでよくやってるんだから。おそうだね、けど前に行き過ぎるとあれがあるからね。7番からの57からの7、いやーキーパーキーパー悔しかった。いやーうまいね。うまいですね。うまい、U12 に続いてうまい、早い、まだ強いとか起きないな、うん、まあそうね、けどやっぱ U12 の迫力には、まあ、勝らないところはあるけど、うん、その分ね、こう技術と判断のところはすごいかな。楽しみがいっぱいですね。長岡京いいチーム、ね、京都府長岡京要チェックですね。ちょっとじゃあ中だけ行きたい、中行きましょうか。今飲水か、飲水レポートですか。大好き、飲水レポート。これ、熱くて結構やられる。自分が飲水した方がいいんじゃない。まあちょっと本当今もね、感染症対策ということもあって、熱中症対策と合わせてしっかりやってもらわないとね。あれが1回で終わっちゃう。自分が会議してて、飲水とかハーフタイムで少し流れ若干変わります。まだまだ大事くるの一発で食べていこう。絶対作るんだぞ。はい、それじゃあまだナイスキープ。キーパーキーパーキーパー、はい、はい、もう一回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 前で前で捨てるよ捨てるよ。長
バーがどうなのか、はい、終わりミドルライバー投げ、おーミドルライバー2人だ。Honestly, try honesty. Just tell me how I want to hear. Cause it could save us. Let me fly, I've got my hope.